ダイアナ・ユカワは主にイギリスと日本で活動するバイオリニスト。東京を生まれ。ロンドン在住。姉のキャシー・ユカワはピアノデュオ。ユカワちゃんピアノデュオで活躍するピアニスト。父は日本人で、母はイギリス人、バレエダンサーである。恩返しとして生まれる。しかし父はユカワの出生3週間前の8月12日に、 発生した日本航空123便墜落事故によって56歳で、逝去。生後間もなく母の祖国イギリスに移り、ロンドンで育つ。娘を、音楽の道へという父の意志のもと、5歳からバイオリンを、始め、8歳より、ロンドン王立音楽院教授のロドニーフレンドに、指示する。9歳の時に、ヤッシャハイフェッツの演奏に触発される。14歳の時に、 世界芸術文化振興協会の小学生となり、音楽の勉強を継続できるようになった。1999年11月、セントジェームスにおいてブルッフのバイオリン競争曲第1番を演奏して、ロンドンデビューを果たす。2000年9月、クラシカルアルバム、天使のカンパネラで CD デビュー。同アルバムは2001年に英国でもエレジーとして発売される。 2001年8月、ロイヤルフィルハーモニー還元楽団と共演した作品、コンチェルトを発売。2009年10月21日、8年ぶりの3作目となるバタフライエフェクトを発売。過去2枚の純クラシック作品とは全く異なるバイオリンを駆使した新しいサウンド構築を実現させている。2009年、母が長年当局に働きかけていた。 出生以前に死亡した父の名前をイギリスの出生証明書に記すことが認められた。ありがとうございます。